それでは時間になりました皆さんこんにちはありがとうございます株式会社森沢の坂本と申しますまずはですね今日会場いっぱいのお客様とそれからカメラの先にストリーミングでこのセッションをご覧になっている方本当に森沢のセッションにご参加いただきまして誠にありがとうございますそして何よりこういった場を設けてくださった Adobe さん本当にありがとうございますさて早速なんですが こちらのセッションはウェブや映像を一段レベルアップするフォント選びの極意と題しまして。 ウェブそれから映像は、まあ、少し講義に捉えましてインタラクティブそれぞれの最新事例を皆さんにご紹介しながら少しでも書体選びにつながるエッセンス感じ取っていただければというふうに思っておりますで50分という大変短い時間にですね非常に豪華な皆さんにお集まりいただくことができました私の話はもうこれぐらいにいたしましてですねあの聞き手に徹することにいたしまして早速今日お話しいただく皆さんをご紹介したいと思います まずは株式会社資生堂宣伝デザイン部エグゼクティブクリエイティブディレクターをお務めの渋谷克彦さんです渋谷ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますそして資生堂さんと一緒にプロジェクトに取り組まれました株式会社ワンパクアートディレクターの稲葉正文さんです稲葉ですよろしくお願いしますそして。 すでにもう実物をご覧いただいている方も多いかと思いますけれども、リリックスピーカー開発チームを代表されまして、開発チーム代表の株式会社シックスクリエイティブディレクター、斉藤仁さんですすすこんにちは斉藤陣でよよろろししししくくおお願願いいまます。 ウェブと映像インタラクティブということでウェブフォントの最新事例それからインタラクティブで注目を集めるこのプロダクトの中でどういうふうに書体が生きているのかあるいは全体のクリエイティブがどういう形で進んだのか早速お話を披露いただきたいと思いますまずはですね資生堂さんそれからわんぱくさんにマイクをお渡しいたしまして今回 花椿ばきのウェブサイトもう皆さんご覧になった方も多いと思うんですけれどもリニューアルをされましたのでそちらのお話というのを振り返っていただきたいと思いますで、まあ、多くの方がご存知だと思うんですけれども渋谷さんまずは花椿ばき、はい、この、はい、メディアどういったものだったかというのを少し振り返りながらお話をまずは始めていただけますでしょうか、はい、よろしくお願いします、はい、ではよろしくお願いします、あのー、花とといいうう雑誌というか まあ冊子ですけど、えっと、これご存知な方ってどのくららいいいっしゃいますか、えっと、半分ぐらいですかね、ありがとうございます。えっと、これ実はかなりあの歴史が古くてですね僕もまだ子どもの頃から、えー、手に取って母親のもらってきた花束を見ていたみたいなそういう歴史があるものなんですけど78年前ぐらいでしたかね。 えー、そのぐらい前に、えー、とできたものでです、ね、あの資生堂のお店っていうのはこう日本全国にありましてそのお店に来ていただいたお客様にその季節季節のお手入れですとかあの、まあ、それに合わせて、えー、洋服、ファッションとか食べ物とか。 世界の情報とか、まあ、そういったことをずっと紹介してきた本なんですね。でいろんな人がやっていましたんですけれど一番皆さん直近で覚えていらっしゃる中条さん中条正義さんという方がなんと40年近く花椿のアートディレクションをやっていましてそれを僕が4年前ぐらいですかね 4年前ぐらいにあのそのそのを引き継ぎましてやったんですちょっとじゃあ画像の方、えっとこれがも、えっともと花椿という名前ではなくて資生堂月報という形だったんですけどあごめんなさい別になくてもいいんですけどね、はい、大丈夫です資生堂月報だったのが、まあ、花椿という名前になって、えー、資生堂のお店であの <laughs> 使われたと。はい 左側の写真は、えー、香川京子さんという、まあ、当時の,あの女優さんなんですけど、まあ、そういった、あのー、ポピュラリティも交えながら、えー、やっていて、まあ、中条さんの時代はより、えー、サブカルチャーともう聞いた話ですけどサブカルチャーとファッションというところにもっと特化して、あのー、やっぱりそのアートディレクターとか編集長の。 考え方によって多少変わってくるんですね、まあ、そういった、えー、ところがあります、はい、でこれが、えー、と資生堂の企業ミッションなんですね私たちは多くの人々との出会いを通じて新しく深みのある価値を発見し美し,くせい美しい生活文化を創造しますだから我々はなんか好きなことを勝手にやってるわけじゃなくてその企業の本なのでこれを、あのー、このミッションを 雑誌という形でで実現すするために、えーまあ、やってるわけですねだから化粧品っていうことはどこにも書いていなくて生活文化っていうことなので化粧,品化粧のことだけじゃなくてやっぱり全てのいろんなことにおいて美しさということに対してあのいろんな発見をしていろんな人に出会ってっていうところをこの花椿の紙面の中で実現しているわけです。 まあえー、と僕が担当してからの、えー、とビジュアルはこんな感じで、えー、とやっていました、これ全部ひょ表紙ですね、はい、こんな表紙で、まあ、ちょっとその現実の中のちょっと不思議な何かこう空,空間とか瞬間とか、まあ、そういったものを何かこう提案できればなという。まあ、表紙は少しこう手に 手に取り,取りたくななるようなちょっと中身を開いて見たくなるような少しこうインパクトをやっぱり持たせた表現を表紙はしています、はいえー、それで中はまあ毎回え特集があってこれはあのビアズリ一番最初の創刊僕のやった時のえと第1号ですけれど、えー、とビアズリっていうそのアールデコの作家さんの特集です、はいえー、これは銀座の特集ですね 銀座の普段見てない皆さんが多分目に入ってないであろう風景をちょっと見つけて撮影をしています、まあ、住んでいる我々銀座に暮らしている人たちにとってはそんな不思議ではないんですけど、えっと、これはお相撲さんの特集あの資生堂ってやっぱり肌のものをやってるんで肌が一番なんかこう強い人たちって誰だろうっていうんであの直接肌と肌がぶつかるお相撲さんっていうのをやっぱりお相撲さんすごく綺麗なんですね やっぱそういうところにも美は宿っているというまあ一つの例です。はい。えっ、ー、とこれは食事でえっと低糖質って今ちょっとななんだろうえこう。 糖尿病とか気になさっている方は多分血糖値が上げられないということで糖質カットみたいなことを考えてらっしゃると思うんですけどそういうメニューも資生堂のレストランでですね提供しているのでそういうこともありまして資生堂とどこか資生堂の事業と絡めて紹介しているわけですけどこれは低糖質というところをテーマにやっております。これははのの工工場場ですね資生堂の工場 ああいう化粧品を作っている工場ってきっとさぞかし綺麗なんだろうっと、えー、思っている方々の夢を壊さないために、まあ、工場は実は普通の工場なんですけどできるだけまあ綺麗に見せたいというところで、えー、夢のある、えーまあ、本当の工場なんですけどね別に作り物でもないんですけど、えー、見せています、はい、あと香りですね、えー、香りの、えー、話、まあ、この辺イメージですけどはい はいまあ、香りを作っていく上でのなんかパリと東京とのまあやり取りみたいなことですね、往復書簡ですね、これはハワイなんですけど、普通の,あの観光のハワイとは違う何かこう、スピリチュアルな、自分たちの,そのルーツ、自分たちが信じてるもの、何か心の中にあるもの、大切なものみたいなところをハワイというものを通して見せています。 はい、これは余裕公園ですけどまあこんなようなことをやっていますだから当たり前のものを当たり前じゃなくというか当たり前の中にある何か美しいものを普段気がつかないものに何かやっぱり気づいてもらいたいという思いでものづくりをしていたりビジ,、えー、ビジュアルを作っていたりしますこれそのタイプをらい、まィ、あ、今日はえと文字のことがテーマになると思うんでまあ、花椿用にえと作った 文字です。一言一言なんかその希望だとか、えー、色彩だとかまあ意味があるんですけど、えー、それをこうできれば間三つ葉のようにこう壁に貼ってもらいたいというなんかちょっとその時間をあの流れていく言葉じゃなくて少しこう干渉してもらう言葉っていうあの気持ちで作っています。はい。まあこれちょっと英語バージョンですけど、これルージュとかえー、っと。 これはアートですねアートだとかあこっちで見ればいいのか、はい、そんなようなことをやっぱりこう時間をちょっと止めて見てもらうというような感じです、まあ、こんなことをやりましたでこれはあの我々の、えー、と初代社長の福原慎三が言った言葉ですけどデザインって何か見えていなかったものをクリアにし、えー、とそれを鮮明な形で伝えることがデザインってこれ僕の言葉じゃなくてうちの,あの初代社長の 福原心三という人間が言った言葉なんですけど確かにそうだなと思って、えー、と僕らは常に、はい、あの見えないものを見せるなんかこういうことをこの花椿の仕事でも資生堂の広告でもやっていきたいなと思ってやっていますでさて、えー、とこれが、えー、と新しい形になってきましたそれがこうウェブを積極的に使って コミュニケーションするという、えー、花椿の新しい形です。はい。ではいいですか。で、えー、花椿のリニューアルにあたって、えー、まあ三四ヶ月ぐらいかけてですね、まず現状の花椿の課題問題とかを洗い出して、それをどうまあ解決するかっていうのをかなり時間をかけて、えー、やってます。で、まず、えー、と考えたのが。えー ターゲットってそもそも誰になるんだろうって話をしていてでリニューアル前は実は男性からの訪問者が多かったんですねでまあっていうのは多分あの花椿自体がエディトリアルデザインのまあ結構見本的な感じになっていたのでそういったあのデザイナーからのまあアクセスが多かったっていうのがまあ原因のまあ理由の一つだと思うんですけどもでそもそもあの20代 女性の認知率ったんですね。で、それがまあそもそもの大きな課題の質だよねっていうところでじゃあどういったターゲットをえと狙っていきましょうっていうところで、えー、と20代の女性ですねでまあこういったペルソナを作ってこういう人たちが実際どういったメディアに接しているのかどこで接しているのかっていうのをえ調査しましたでこれは実際にえとこういった人たちを 集めて実際に話したりして、えー、彼女たちのまあ特性っていうのを調査してますでターゲットは決まった後じゃあそもそものその花椿のブランドってどういうとこなんだろうっていうのでこういったブランドあのブランドフレームワークを使って、えー、と洗い出しを行ってますでまあブランドプロミスっていうのが、えー、と基本でまあ,あの本質を発見してそれを伝えることが、まあ、花椿のしてのブランドプロミスだよっていうところですね でその後まあ冗長的価値、機能的価値と分かれたりとかで、まあ、あとはパーソナリティですね、ここが後でちょっとでデザインにつながっている部分ではあるんですけどもそもそもパーあの花つばきのパーソナリティとしては愛、えー、と愛嬌があったりとか、えー、艶っぽいとかですね、そういったパーソナリティがありますとでそもそもの、えー、と花つばきのコアバリューとして生きというキーワードを出しました。でこののいうのは、 おそらくその新しいウェブサイトだけじゃなくて花椿が生まれてからずっとまあバックボーンとしてあってきたワードなのかなというので「生き」という言葉ですねじゃあ現代の「生き」ってどういうふうに定義できるんだろうというところで,もう一個前で,で、まあ、それが「生き」がまあ本物であることだったりとか巧みであること遊び心があることこういったのが「生き」だよねっていう話をしていました。 えー、と次に、えー、とターゲットと、まあ、そのブランド花椿自身のことを洗い出した後にどういったコミュニケーションを取っていきましょうと考えたのがこれになります。で今まではやはり、あのー、一方向の花椿から読者へのメッセージの投げ方だったんですけれどもそれをやめて、えー、花椿というまあ 取り組みですねそういった息を知るとか本質を知ることの、えー、と取り組みにしていこうという話にしたのがこちらになります。でまあ現在は Web だけになってるんですけども今後ですね紙とか、えーとまあ、多分イベントとかも、まあ、企画したりとかですねそういったあの読者との,その相互関係のコミュニケーションを生み出していきましょうっていうのが、えー、とこのコミュニケーションの在り方で決めたことですね。 で実際にデザインはどういう風にしていったかというと先ほどあの花椿のブランドパーソナリティっというところで、まあ、色気だったりとか愛嬌、信念、潔さ世話好きというこういういキーワードが出てきたのでこれを少しブレイクダウンさせて色気だったら、まあでやかな色使いにしてみたりとかで愛嬌というので、まあ、ちょっと間がある感じにしていてちょっとデザイン的にも、えー、スペースが。 余白があるようなデザインにしたりとかですね。で、今回まあやはり一番、えー、リニューアルでこだわったのはシンプルで分かりやすいっていうところですね。で、今までその鼻椿ってかなりエッジーな部分があって、それはそれであの魅力の一つだったと思うんですけども、やはりその20代の女性をターゲットするた時に、やっぱりエッジーすぎると最初の時点でちょっと拒否反応を起こしてしまう人もいると思うので、ここら辺は。 できるだけシンプルな作りで分かりやすいでもう一つ大事なのが、まあ、あの読みやすいっていうところですね基本的に、まあ、スマートフォンで見るのを想定しているのでスマートフォンでも、まあ、読みやすく分かりやすいサイトにしていきましょうっていうのが、えっと、デザインコンセプトで考えてましたでできたのがこういうデザインになりますで基本的には、まあ、あのスマホをベースにしていてスマホからこうちょっと大きく PC 版にエキスパンドするようなデザインコンセプトというかデザイン設計をしています、はい、で次にここが、えー、と記事のページになるんですけども、まあ、おそらくここがかなりこだわったところでして、えー、渋谷さんとの話の中で僕が結構印象に残ってる言葉があって、えー、と花椿は記事の一つ一つが、まあ、花椿を作ってるっていう。 言葉をいいただいてで僕はそれすごいあの印象に残っていたのでできればこの記事一つ一つが映えるようなデザインにしたいっていうところで、えー、とこうようなすっきりしたデザインにしてありますでやはり記事のページって文字が一番主役なんですね、まあ、写真もあると思うんですけどもスマートフォンでどれだけ読みやすいかっていうところをかなり苦心して、えー、とその 文字のサイズであったりとか字送りだったりとかですねかなりここら辺にはこだわって、えー、と制作をしてます今、稲葉さんから「エッジーな花椿という、まああのまあ、雑誌ですよねそちらの方でのまあ表現があって私も花の花椿を初めて手にした、まあ、それもたまたま化粧品コーナーで。 私、買うわけじゃないんですけれどあのお店を通りかかったときに何か目につくものがあるなと思って振り返ったらそれが花椿でなかなか一言でその花椿とはっていうのを言い表すの難しいんですかなりその個性的ですし。 時にはトゲのあるような企画もされてたりとか見た目もそういうふうにされてるところあったと思うんですけどそれをこうデジタルに行くときにこうシンプルにするっていういろいろなキーワード出た中でそっちに収まっていくっていうところにこう渋谷さんとしては何か葛藤みたいなものとか終わりだったりはありませんでしたかそうですねあのいや絶対あの紙を見てる人とデジタル 見てる人と紙を見てる人をデジタルに全部その持ってくるっていうのはすごく乱暴な話でまずきっと見る人は全然違うだろうなっていうのは思ったんですねですから今まであの紙だった人にあのデジタルにを見てくださいって言うんではなくて今まで紙では出会うことのなか出会うチャンスのなかった人たちに何とかこう花椿という名前に何かこう興味を持ってもらって親しみを持ってもらってっていう全然その違う入り口を作ろうっていう ところなんですねでも本質はさっきあの我々は、えー、と多くの人々の出会いを通して美しい生活文化を云々っていう言葉があったと思うんですけどそこにやっぱりこう持ってくればいいわけで普通のこう化粧品を売ってる活動の中ではできないもっとこう面白いこときれいなこと美しいこと楽しいことそんなことをあのやってる一つの企業っていうテーマパークそのテーマパークの中にどういう入り口で連れてく あの来れるのかなってだから若い人は若い人の入り口を作ってあげてスマホをこういじってるうちに気が付いたらそのなんか綺麗な花椿っていう名乗るサイトになんか来てたそれはだから入り口をどれだけこう入りやすくしてあげられるかっていうあのことだと思うんですね。 既存の読者の方がいらっしゃる中で新しい方もどんどん呼び込むっていう一つの入り口としてのこのウェブサイトという役割があって、まあ、そのリニューアルのプロジェクトが行われたということなんですね。ありがとうございます。と、まああの初代、えー、本民庁と秀英覚悟執行金使,、えー、使われているということで、まあ、この辺りの話少し後半に回すことにいたしまして。まあ 方や既存の読者の方がいたり既存のファンがいるという世界でこう新しいリニューアルに取り組まれたまあ資生堂さんの事例を見てきたわけなんですけれども今度は世の中に全くなかった新しいものを作り出されたということでックスの斎藤さんにマイクを渡ししてえご講演を、はい。 いただければと思います。はい、まずはあ、まあ、あのお話の中出てくると思いますけど、まあ、リリックスピーカーの開発の背景ですとか。まあ、はい、そもそもどういったものなのか、今日ここにまさにあるものがそれなんですけれども、ご、はい、説明をいただけますでしょうか。はい、あ、改めまして、あのシックスの斎藤と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。 えと今日あのちょっと紹介させていただくのはこのリックスピーカーとでこの中の取り組みとして森澤さんと一緒にフォントをあの選んで入れさせていただいているんですけどもまあここのモーショングラフィックっていうのはどういうふうに作られたかっていうお話をさせていただきたいと思います,それですねあのいきなりなんですけど何でこのものを作ったかっていう話をちょっとさせていただきたいんですけどあの僕はあのまあインディーズなんですけどもずっとバンドをやってきてましてあの まあ誰も知らないと思うんですけど <laughs> あのジンタナエメラルズっていうバンドでまあちょっとやってるんですけどもまあそのバンドをやっていくる中でまあ歌詞を書いたりとかいろんな活動をしていくる中で歌詞ってすごい時間がかかるなということを思ったんですねあの作曲の作業の中の半分くらいって実は歌詞に時間かけてるなとなんですけど聴いてるリスナーって歌詞ってなん,かああなんかさらっと書いたんじゃないぐらいに多分みんな思ってると思うんですよね 半分も時間かけてると思わないと思うんですなんですけど歌詞っていうのはそれぐらいかかっててあのミュージシャンが毎日過ごしてる時間だったりとか、まあ、日頃の日常の思ったこととかっていうのを本当、まあ、俳句みたいな感じですっごく短い時間にその思いをキュッと込めてるっていうものなんだなとでそんな歌詞をもっと味わわないともったいないんじゃないかっていうのはずっと僕は思っていたことで,でそれであの今年あのこんな本を一つあの出版したんですけど あの一瞬でやる気を引き出す38のスイッチソングっていう本なんですけどもあのまあここに書いてる通り例えばあのスティーブ・ジョブズがあのアップルからあの一度退却してる時にあのボブ・ディランの曲を聴いてすごい気持ちを高めてもう一回やろうみたいなあの時代は変わるという曲を聴いてもう一回やろうって気持ちをもう一回持ち直したっていうエピソードなんですけどそういうふうに音楽の言葉っていうのは人の気持ちをすごく変えるものがあるんじゃないかと。 あの音楽で気持ちが変わるって実はそこに込められているのでですねでそのために例えばあの、えーとまあ、ジョン・レノンの曲を聴いてこう、まあ、夢を叶えたいけどどうしようみたいな時にこうジョン・レノンこの曲を聴こうとか今の自分をちょっと変えたいってい時に何を聴こうこんな曲を聴いてみたらどうですかっていう、まあ、この歌詞を読むことでなんか自分に対する1個の,あの気持ちを変えるスイッチを入れるきっかけになるそんな曲をこう集めたっていう。 歌詞をベースにした本を書いたんですけども、まあ、こういうことをやっている中で歌詞っていうのがどれだけみんなに伝わってないのかっていうのをすごく思いましてもっともっと歌詞が伝わるっていうものをあの作っていきたいっていうのがまあ結局このデバイスにはなっているんですけども、ちょっと続けますと,、えー、っとまあこのスピーカー、一番最初にお披露されたの2014年のビッグパレードっていうイベントで。 広めされてその後世界的な広めはサウスバイサウスエストていう場所でお披露目したんですけどもあのそのステージで僕はこんなことを話しました、えー、っと次の音楽の経験って何なんだろうとで今あのすごい新しい音楽体験を世界中の人が求めている レコードが終わり、CD が終わり、iPod が終わり、まあ、終わりっていうか、次にストリーミングサービスの時代になったと、でその中でどんな音楽の次の新しいものを聴こうとしているのか、で一つがそのストリーミングサービス、もう大量に何でも音楽聴けます、3000万曲聴けます、もう聴け,けますとで、一方でハイレゾリューションオーディオって,言ってすごい音質もめちゃくちゃいいですと、でも大量に聴けるし、音質も聴ける、高い。 だけど本当に音楽にみんなが求めていると何なのかというと気持ちがそこで聴いて何か高まったりとかそういう心の動きじゃないかってことはそれって歌詞だよねということでその歌詞にフォーカスした何かイノベーションっていうのを作りたいで一方でみんなあの世界中の人が今歌詞に対する情熱というのがすごい高まっているなぜなら CD とかレコードみたいな歌詞カードもないしであの歌詞を 楽しむ場所がどんどんんななくっっていっているだけどあのアメリカではラップジーニアス、まあ、今ジーニアスって名前になってますけども歌詞,歌詞専門のウィキペディアみたいなサイトがあったり、まあ、こういうリリックビデオみたいなのみんな作ったりとか歌詞に対するあのいろんなあの草の根的な動きが起きてると。その中で歌詞を真剣に楽しむスピーカー、まあ、オートリリリックビジュアリゼーションスピーカーって書いてるんですけどもっていうものを作ろうっていう。 あの企画がこのリリックスピーカーというものです。では、ちょっとリリックスピーカーの仕組みを説明するビデオをちょっと、あのご覧ください。 音声が分析してどこにサビがあるとかどこにビートがあるとかっていう音楽解析をまずしていくでその音楽解析をした中でこれの雰囲気が、まあ、これ疾走感のある曲だとかそういうものを読み込みます続いて、まあ、その曲の今度歌詞はどれなのかっていうのをあのデータの照合をして持っていきます でその歌詞データとあの先ほどのどういう雰囲気の曲かというデータ、それかサビはどこかとかっていう解析を全部詰め込んでサーバーからまたスピーカーに戻ってくるすここでモーショングラフィックを自動生成するというエンジンが動きます。 And I can unite with you that I love, you that I like Look at my life, you tell me I fight It's that final destination It's that foster information It's that foster of inspiration This that crack, the installation It's that quantum dropping that fist pumping That bomb detonation Please don't bomb my nation And bomb me, flu away and I got my control and I'm here You gon' hate me when I'm gone Ain't no blood pumping, no fear I got hope inside of my bones Is that life beyond your own life This ain't physical for mankind It's that out-of-body experience No coincidence, you been died It's your death. こんなようなこれが仕組みなんですけども、えーっとまあ、これがまあ求めているところ、まあ、ハイレズレーションオーディオでもあるしストリーミングサービスでもあるし、ま、つてリリックのエンターテインメントでもある、まあ、これがもう一番最新の音楽の体験ではないか、まあ、こんなことをサウスバイサウスサイドで話して受賞、えー、し今に今至っているということなんですけども。 えとちょっと簡単に仕組みを説明します、えー、とスピーカーからあの曲を再生するとその曲が何のデータなのかっていうのを確認して歌詞のデータベースや構造のデータベースそれからあの雰囲気のデータベースあのムードデータベースというのにアクセスして取ってきますとでこの曲はこういう雰囲気でここにサビがあるんだとかっていうことをあの見てやっていくとっていうものがありますでまあそういう仕組みを全体的に合わせたものをまあ僕ら今リリックシンクテクノロジーって まあ仮に名前を付けてるんですけどもっていうふうになっていますで、まあ、実際にそれが今ここにもあの動いてるのがこういうことなんですけどであのこの曲によっていろんなあの性格を 性格付けを取ってていいろんなものが出ていますでちょっと違う曲を今流してみますね、まあ、これちょっとこう優しい感じの曲なので優しいような雰囲気フォントで出てきてるとでここら辺のフォントの選び方はあの、えー、と印象分析っていうやつなんですけどもあの まあ曲の優しさよく、よく言われますけども、例えばあの、の尖ってるものと音が硬いっていう、感触がいそい、印象って全部心理学的には同じと,ところにプロットされるとかよくる、よくるにあると思うんですけども、まあ、そんな感じで、優しい音に関しては優しい、ちょっと丸みのあるフォントを選ぶとか、そこらへんをあの、えー、やって、フォントを選びました。 それで僕らこのエンジンを今後いろんなところに入れて実写サービスだけじゃなくていろんなオーディオメーカーさんとかにもこういう技術を提供していきたいなというふうに思っていますでその中で森澤さんのフォントとのコラボレーションを今回させていただいているとで、まあ、さっき申し上げたように、まあ、7書体今回のスピーカーに入っているんですけども その中で、まあ、A1 明調でこういう曲、こんな感じの曲にはやわらかしい感じの曲にはこういうフォントみたいなその曲の持っている雰囲気に合わせたフォント音楽に合わせたフォントを自動的に選ぶっていう仕組みっていうのは実は意外と珍しいと思うんですけどあのこの音楽に関してはこういうあの丸みのある曲フォントを選ぶ。こういうい アタックの強いものに関してはゴシック系の強いフォントを選ぶというのを自動的に選択されているというものですでその選んだフォントに対してあのレイアウトあの箱組みしたりとかあ、えー、大きな文字はあ短い単語の文字を大きくボンと出すとか、まあ、そういうあのモーショングラフィックのレイアウトっていうのを自動化されているっていう仕組みを作っていますで、まあ、例えばこういうだったりとかもう少しこうちょっと尖った感じのというか 攻撃的な曲に関してはこういうちょっと細いフォントでバーっていってるようなものもあったりとか、まあ、そこら辺をあの結構、森澤さんに相談,し相談させていただき一緒に <laughs> 選ばさせていただきました森澤さんの中でもあのちょっとこう心理学マトリックスみたいなのにポロッっとした表みたいなのをお持ちいただいてあのどっしりした低音系の曲だったらこういうフォントだよねみたいないろいろそういうご提案をいただいて。 あの一緒にコラボレーションして考えさせていただきましたで、まあ、こんな感じで僕らが目指したいことっていうのはその音楽の中の半分の魅力である歌詞っていうところを文字でバシッと受け取るとでその中であの音楽の持っている力っていうものをもう余すとこなく味わうっていうことをあの体験として提供したいなというふうに思っています以上です 前の方はあのすごい迫力ある様子がもしかしたらスピーカーが震えている様子もあのご覧になったかもしれませんけど後ろの方の方はあのこのあと隣の森澤ブースにこのスピーカーあのも戻りますのでそこでじっくりと見ていただいて曲の再生なんかも試していただけますのでぜひお立ち寄りいただければと思いますけれども私たちも壇上から思わずこう食い入るように見たわけなんですけれどもわんぱくさんもインタラクティブで手掛けられることはあると思いますけどもし感想なんかおありになったり。 文字がああいった風にインタラクションに出ていくるのはすごい面白いなと思っててその感情とかですねそういったのを読み取ってこう表現してくるスピーカーって今までなかったと思うんでそういういのはすごいいい面白いなと思いますねそのインタラクティブとかの選定も書体選びももちろん時間あったとっいうところでしたけどもインタラクティブについてはいかがでしたか どういったところからこう着想を得たりとかあとエンジニアの方とどういうお話をされかいろいろとあのインタラクティブ、えーっとですねまあ、モーショングラフィックの人たちにかなりたくさんのメンバーに入っていただきまして、えー、その方々があの、まあ、普通にまずライブの演出だったらどんな歌手の動きをするかっていうものをまず作ってくださってそれはあの作詞者さんっていうあのドットバイドットっていう会社の,あのプログラマーの方が。あの そのモーショングラフィッカーの人の頭の中を再現するみたいな形でプログラミングを組んでいってなんでこのでいろいろとこう例えば言葉の中の区切りみたいのをうまく切ってその区切りの中でレイアウトを組むみたいなのをあの、まあ、普通こういうことをやるだろうみたいなのを、まあ、再現して作ったっていう感じですね。 デジタルでこう質感までこう追求しようみたいなところがありますけど渋谷さんももしよろしければ感想などちょっとシェアいただければ、はい、あのまずあの物の形がすげえかっこいいなと思ってこれなんか家にあったらいいなと思ったんですけどねあと、あのやっぱこの文字が出てくる発想っていうのはあのすごく新しいと思うと同時に あ自分だったらこうしたいなとかこれってもっとお金使えたらこんな風にもうできるんじゃないかとかそういうやっぱりいろいろなんかこうそこから発想が、まあ、ツッコミュニケーションっていうかそこにこうツッコミを自分の中で入れられるのがやっぱりそのイノベーションのすごさそれそれこそがイノベーションだと思うんですねそこでもう全部終わってたらやっぱりみんなこう手を挙げたくなくなってもうできてんじゃんみたいな感じで打ち解くんだらもっとなんかすごいことができ るよみたいなこと夢が広がるのがなんかやっぱりイノベーションのすごさだなと思っていろいろ心の中でツッコミを入れて <laughs> <あ> <laughs> ぜひそのツッコミくださいでも本当にいろんな人が今後このプロジェクトに参加してくれていろんなモーショングラフィッカーさんとかあのプログラマーさんとかがどんどん,どんどん自分なりのモーショングラフィックを入れ込んでほしいなって本当に思ってました。 せっかくあのリリックスピーカーのお話で書体のお話をちょっとしていただきましたのでじゃああのこちらが搭載いただいた7書体であの一部はウエイトがあのバリエーションがあるものですので書体ということで書体のメインのデザインであの5パターン、今回画面には表示を。 させていただいてますけれども、こう書体選ぶときにチームの中で何かこう印象的なお話とか覚えてらっしゃるまか？そうですね、結構あの最初実はもっとた,たくさんの書体を考えてたんですけども、本当あの雑誌の紙面みたいなもんで、いろんな書体がごちゃごちゃ入ってくると統一感がなくなるっていうのがありますよね。で、そこら辺でまあ、いろんな書体があったんですけど、あの森沢さんにあの一つの筋を通すんだったらどれみたいな背骨通したいんだけどって言ったら。 ちょいろいろ選別してここら辺なんじゃないみたいなのを言ってくれたんですけどあのそうですねでこれが今、本当あれですね上の方があの結構柔らか系ちょっと落ち着き系の曲が出てくる場合が上のパターンで下につれてヘビー系で結構激しい系、まあ、ロックとかメタルとかが出てくるのが下の方みたいな感じになってますね。 モーションとはまたランダムで、こう組み合わさって出てくるんですか。いや、あのモーションと書体は、あのひとひとセットになってま。セットになってるんです。確かに、あの私もその、ご、まあ、ご提案というか、お話をあのいただいたときに。少しその書体のマッピングみたいなところで、あのマッピングされたものを見たんですけれども、最初は結構。ファンシーな書体も、結構リストには入れて。 かなと思うんですけど結構ファンシーなやつもあって、うん、なんか曲の雰囲気を壊すみたいな気がして <laughs> <laughs> あの壊すというか、まあ、合わないときもあるのでそうですねそうそうあまりこう個性の強い書体だと曲の持ってるイメージとかそういったところに踏み込んでしまうかもしれないというところもひょっっとししたたらあったかもしれないです、ね、そうですねあの文字っていうもののいいところって余白があるところだなと思ってて映像と違うのは文字 だだけだとそこから自分がいろいろイマジネーションをすることである,ある意味リスナーとミュージシャンのコラボレーションみたいな感じで頭の中にイメージが湧いてくるみたいのがあるんで、あのー、そういう意味で,そうです、ね、文字がある程度、味がなさすぎなあつけすぎないっていうのは大事だなとは思いました。 まあ結果この明調とゴシックの,あのまあ森さんの中でもオーソドックなシチュエーションでよく使っていただくような書体をこうまあ選んでまあそれがすごくモーションで魅力的にあのまた再構築されているなというふうに見てもう本当水槽を眺めているかのようなこうずっと見たくなるような感じに今なってますけれどもあの書体というところでちょっと花椿のお話に戻ろうと思うんですけれども花椿さんのサイトでえこちらで本、ま。あ こちらがトップページですけれどもえ見出しと本文えこちら本民庁という書体と秀英覚悟執行金えどちらもあの森沢弊社で,あの取り扱当社で取り扱っている書体になりますけれどもこちらをお選びにまあ基本、この見出しと本文の組み合わせ固定だと思うんですけれどもこちらをお選びになるときのこうエピソードなどあればお聞かせいただければなと思うんですが。 まああのウェブと紙一緒に残るんで両方なんか使えるフォントがいいなと思っていてでなんかこうウェブだけにすると結構あの作りが大きいフォントとかがまあ見栄えがいいんですけども紙面になるとなかなか大味になったりとかシンプルすぎたりとかしたりやはり花椿なのでもうちょっと上緒的にしたりとか。 っていうので結構試行錯誤していくつかこうリストを作って渋谷さんに見せてもらったんですねで、まあ、この明兆見出しでゴシックを本部に使ったのは基本まあモバイルをですね、えー、と想定しているからまあこういったえと組み合わせにしていてで、まあ、見出しのところもちょっとゴシックしか迷ったんですけどもその花椿のパーソナリティっていうのが少しちょっと お姉さんというか近くにいる同級生とかちょっとお姉さんのようなまあパーソナリティを持つというところで少し気品を出すために明調にしてあります、ね、であとはもうえとゴシックなモバイルでどれだけ見やすいかというところとあと紙面に紙にプリントしてもまああの綺麗に読めるというところでえとこの書体をまあ選定してますかなりやっぱり読みやすい感じですよねどうしてもあの紙で 馴染んだものをフォント,ォントというかそのモバイルに置き換えるとどうしてもこう細かいところが黒が潰れたりして意外とそういう黒につぶれちゃうところが紙だと気にならなくてもあのウェブとかそういったデジタルデバイスだとすごく気になるというところはあるのでまあ確かにそういうところをかなりちょっと紙とは違う感じですけど書体って結構やっぱり知性とエレガントみたいなところの具合が。 難しくってやっぱ知性っていうことを強調すればするほどこう堅苦しくあの、まあ、読みやすくても堅苦しくなっていってエレガントっていうことをあの追求すると下手するとなんかこう知性みたいなものが消えていくみたいなまずなあの花椿はその中間ぐらいなのかなと思ってそれを両方失わない中でそういったことを気にし読みやすさみたいなことを気にしましまたねちなみになんですけどどれぐらいこう候補があったんですか ウェブフォントで限定すると、まあ、有料、無料っていうので分けてて、でその中でも、まあ多分6書体ぐらい有料のものと、あとはまあ無料で使えそいわゆる無料っていうのは、あのお金の話じゃなくてデバイスフォンドっていう意味ですね、すでにデバイスで入ってるフォントで、まあ、2組ぐらいですね。 出して選んだ。なるほど。やっぱり一つリニューアルのポイントとしてモバイルにも対応するっていうところでウェブフォントはある程度も必須ではないですけれども採用しようというのは前提にやっぱ終わりになったんです。えっと基本も僕は必須だと思っていて、えっとやはりその。 デフォルトフォントを使うとかなりデザインも限定されてしまうんですねで今森澤さんのブースで大きくなってますけども見出しとかが結構大きいんですねあの普通の Web デザインでは使わない多分64ポイントとか最初80ポイントぐらいの大きさで使ったんですけども多分 Web フォントの考慮が Web フォントを使うっていうふうにならないとそもそもそんだけ大きく 本きくフォントを使うというデザイン自体が発想できないというところとやはりそのモバイルと PC で見え方がやはり変えたくなかったのであのウェブフォントを使わないとなかなかできなかったデザインですねで逆に、この花椿のウェブサイトをデフォルトフォントに変えると超絶ダサくなります。<laughs> であっちの方でトライアウトっていうのでいろいろ変えれるのでそれを見てもらうとだいぶフォントによって花椿の雰囲気が変わるっていうのが多分お分かりになると思うので逆に言うとそのタイポグラフィーっていうのがどれだけこのウェブデザインに特に花椿だと影響されているのかっていうのが分かると思います,、はい、あのすごい大変なこだわりでお選びいただいたと、まあ、選ばれたと思うんですけれども。あの せっかくですので、資生堂さんにも資生堂書体というあの言わずと知れた先ほど改めまして花椿ですって書いてあったのは、あれは、えー、とそういう規制の本とじゃなくて基本的には手書きなんですね、これはカタカタってこう打ち込んでできたものではなくて、えー、と手で作ったものなんですけど。えーとそれ すね、ちょ日特別にあの制度書体についてちょっとご紹介されたムービーをご用意いただいたのでちょっとこちらをまず皆さんと一緒に、えー、見ながらです、ね、お話など伺えればと思いますアドビさん主催で森澤さんもこれからなんかどんどんデジタルの世界にこう打って出ようという中で非常に恐縮な,なんかビデオなんですけどめちゃくちゃ、えー、っとアナログです。 全然デジタルのデノジもなくて、ま、あのコンピューターも使わない世界がここにあるもう今やもし,もしかしてなんか伝説の世界に入ろうとしているあの資生堂のデザイナーは入社すると1年間これを作らされるんですねオリジナルフォントっていうのがあって教科書があるんです その教科書を見ながら先生もいてその先生に習ってもう本当に定規と鉛筆あとカーブはもう本当に手書きですねで鉛筆でアウトラインを作った上にロットリングで、えー、墨入れを始め今はまだ鉛筆の段階ですか。 何があのポイントかっていうとあの形の中にこうやっぱり正統の精神みたいなものがその形に表れてるんですね。まあ、普通のだから社食というかその本当の形と比べてみるいただくと全然違うと思うんですけど例えばこうカーブの曲がり方が普通だとこうぐーと。 まっすぐ来て下の方にきてギュッとこう曲がっているようなものが基本的には上の方ですっと曲がって下はすっとこう流れるみたいなちょっとこうすッとかギュッとか言って抽象的な話し方ですけどあの腰が高いんですまた抽象的なこと言っちゃいましたけど全体に重心が高いそれはこうモデルのこう立ち姿って,こうモデルってモデルさんって足が長いじゃないですかその分腰の位置が高いわけですねなぜ,なぜそれがいいかって言うときっとその形がエレガントに見えるんですよ だから資生堂の文字の形も一つ一つがモデルさんみたいに重心が高くて立ち姿が美しいまあその植物なんかでもやっぱり立ち姿の美しい植物ってあると思うんですけどまあそういうあのものからきっとインスパイアされて形ができていると思うんですけどそういうことを一つ一つやっぱ文字ってこう書くのに時間かかるじゃないですかそういうことを話を聞きながらそれをこう反芻しながらこう自分の中に。 えと染み込ませていくっていう作業がちょっと文字作りのなんかやっぱり面白さかなっていうのは、えー、と自分もやっててこういうこれ教科書の一部なんですけどこう入りとか止めとか、えー、一応ルールがあるんですね、まあ、こういったことを、えー、と決められてる中で自分の,そのバランスで字を作っていくので一人一人やっぱり違うんですよこう,こういう基本の部分は同じなんですけど全体を見るとちょっとずつ違うそれはやっぱりその人の。 あのやっぱり美しい形っていうのは多少あのそれぞれであるということなんですけどね斎、はい、藤さんとかあの,のやなさってることってなんか一見するとすごくもう1から100までデジタルみたいなところもあると思うんですけれどもまあかいこういうアナログのクリエイティブもあったりとかしてお何かこうこちらをご覧になってちょっとお感じになることとかあるいはそう,そうは言いつつやっぱり 地道なプロセスっていうそれこそプロトタイピングとかいろいろあると思うんですけれどもあの少しこうリリックスピーカーとかあるいはなさってることでの,そのこだわりみたいなところと照らし合わせていかがででも今の,その立ちモデルの立ち姿と字の立ち姿がまあ共通なものがあるって素晴らしい話だなって今思、はい、<laughs> ってうい <laughs>、うん、ちょっと感動してたんですけど <laughs> お。れます そうですね。うん、やっぱ何か通じるものっていうのは何か色々あるんだな。とは僕は思ってて、えっとあのえー、っとですね。えー、あの。んなんなんですかね？音が音が可視化されるみたいのって多分あるんじゃないのかなと思ってて。おお音があの？ どうにかビジュアライズングされるっていうものが世の中にはいろんなやり方あると思うんですけど、まあ、単に波形出すとかもあると思うんですけど音が柔らかいっていうのとそれがビジュアル化されたときに柔らかいっていうのなんか一緒なような気がしててで結局フォントもそれで優美になってくるみたいなっていうのはあるのかなと思ってで今のこう女性の立ち姿とフォントの立ち姿が近いっていうのもそうなんですけど何かこう美しさとかあの感覚っていうのはなんか 形にできないなんか共通のものがあってそれから字になったり音になったりいろいろしてるのかなっていうようなちょっと抽象的な僕なんかあの不規則さをどうやって規則的にするかっていうのがすごく興味があってやっぱ全部こう完璧に均整が取れてるものってあんまり面白くないと思ってやっぱり何かこうバランスが崩れているっていうことを。 あのうまくその規則の中に入れていくとなんか素敵なフォントデザインとかの応用ができるんじゃないかなっていうのは思うんですねやっぱり、まあ、また抽象的なこと言いますけどポエティックっていうなんかやっぱり詩の世界みたいなことが言葉ってやっぱりなんかそのポエティックに表現したいっていうところがあるじゃないですかそれはやっぱり不規則性の規則,規則性。 やっぱり知ってこうなんかリズムがあるしある規則があるんだけどその中にやっぱりこう破壊活動みたいなことが静かに起こってるような気がするんですねでその破壊活動を見て静かな破壊活動みたいなことをどうやって形にしてあげられるかっていうところがなんかこう感動する僕らなんかこう感動する部分なのかなっていうのは思いますありがとうございますあの文字の話し出すと。 いろいろな側面見えてきて話尽きないんですけれども残念ながらちょっとあっという間のお時間になってしまいましていろいろアウトプットは違いますけれどもそれぞれのお立場でやっぱり文字や中のコンテンツそれからメッセージですよねそういうところを表現するときにもちろん既存の書体だとかそういったものをそのまま使うっていうやり方もあるでしょうしもう少しそこにこだわりを持って書体を選んだりあるいはモーションをつけたり、え。ー ちょっとデバイスを変えてみたりみたいなアプローチをすることによってまた見えなかった世界が表現されるということがあるかと思いますしそちらの先進事例というところで今日お二組のウェブサイトとそれからスピーカーリリックスピーカーをご紹介させていただきました本当は会場からもちょっと質問をお受けしたかったんですけれどもちょっとだけ森澤ブースに。 もしお時間ありましたら残っていただいてあのお越しいただければあの可能な範囲でちょっとお話ししていただく時間とかも設けていただければと思います。えー、ということであ,のあっという間のお時間でございました、えー、改めまして渋谷さん、稲葉さん、斉藤さんに、えー、拍手をどうぞよろしくお願いいたします。ああありりりがががとととううううごごござざざいいいまままししした。た。た。ども すみません30秒だけいただいて森澤の宣伝をさせていただきたいと思うんですけれども、えー、AdobeMax ということでございまして Adobe の CreativeCloudTypeKit には森澤およびグループの TypeBank20 書体が搭載されておりますので、えー、ぜひ、あのフォトショップイラストレーターだけじゃありませんが AdobeCC のべてのおアプリケーションで TypeKit にアクセスできるアプリケーションでお使いいただけますので、えー、皆様のクリエイティブにぜひ生かしていただきたいと思います。そして、えー タイプキットにも20書体あるんですけれどももっとバリエーションがもっと繊細な表現がという場合にはです、ね、森澤パスポートという当社取扱いのフォントがすべて入ったライセンス製品とそれからウェブフォントサービスタイプスクエアこちらの資生堂のサイトでも使っていただいているんですけれどもこういったものを組み合わせてより新しい表現というのに取り組んでいただければと思います森澤の新書体もまもなく登場してまいりますし書体をあしらったグッズなどそれから大抽選会特別展示もちろんこのリリックスピーカーも置いて あと、わんぱくさんに作っていただきましたタイプサウンドという文字を使った新しい作曲ゲームですね、そういったものも展示しておりますので、お時間の許す限り、お隣の森澤ブースに足を運んでいただければと思います。というところで、森さんのセッションを終了とさせていただきたいと思います。本日はごご来場誠にありがとうございました